はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。もう年賀状を気にする季節になりましたね。まあクリスマスケーキの気にする季節でもありますけども、今年は気にする年ではない。はい、というのもまあね、1月にこの動画では詳しくは話してはいませんが、1月に父親が、私のジップですね、が亡くなったので、まあ年賀状を出すということはしないです。まあその前にね、喪中はがきを出さなきゃいけないんですが、まあそれをまあ書くのもめんどくさいなとか思ったんですけどね。僕あれは何月ぐらいに出した方がいいのかな。多分年賀状はがきを受け付けするのは多分25日ぐらいからね、1日に着くようになるのがね、25日からだったと思うんで、多分20日ぐらいまで投函したらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まさかね、うちの父親が亡くなるとは思わなかったですね。順序だけで言うと、うちの、まあ、母親の方のばあさんが亡くなるのが、先かなっていうのは、まあ、親戚一同思っていたんですが、まさかまさかという感じでしたね。正直なところを言うとね、うちの、まあ、母親の妹の旦那さんはうちの父親と同じに脳の方の出血で、まあ、体がちょっと不自由ではあるものの、まだ生きててまだいるんで、変な話ね、そういう状況でも、まあ、意思表示が難しいとはいえ、まだ生きていてほしかったなというのは、まあ、正直なところです。ただ、生前ね、ことあるごとに、まあ、誰か芸能人の有名人が亡くなったという時に、俺はそういう意識不明になった場合は別に気にしないでいいよと、気にしないでいいよっていうか、なんて言うんだろう、その人工呼吸だったりをしなくてもいいよっていうふうに生前から言っていたそうなんですよね。まあ、ことあることにね。で、やっぱそれは、まあ、人工呼吸をしたからといって、意識が戻るわけではないという、まあ、考えのもと、そういう話をしていたのだろうけども、正直なところね、まあそのままの状態でいたら、まあ今頃まで、まあ人工呼吸とかねやっていたら、まあ実際どうなっていたのかなと
生き返っていた可能性もありますから、あの体が不自由にねなったとしても自分の意思を伝えられることもできますからね。だから多分父親としてはもしあの意識を取り戻したとしても、まあ 80%90% 程度体が戻ることができれば普段通りね、あのいろんな役職もやっていたので、あのそういうこともできるけども、そこまで戻れないなら、まあ生きる価値ないと言ってはおかしいけども、ちょっと不本意な感じになってしまうし、まあ、介護する側もねやっぱりあの負担になると、お金に関してもそうだし、精神的体力的にもあの母親にね負担がかかるし、まあ、抗体コーダーでね私なんかもあのまあ看病というかそういうことをし話し相手とかねそういうことをしなきゃいけないし、まあそういうことも考えると意識をなくしたもう助からないっていうふうにあのお医者さんの方はねはっきり言わないまでも、そういうニュアンスで言われたならば、あの管とかを取ってほしいというふうに、まあ、言われたそうです。まあねえ、なんとも言えないよね、そう言われちゃったらね。皆さんはそういう時になったらどう感じるでしょうか。まあできたら教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。